日産、ゴーン被告の黒歴史を抹消へ。昨日、日産の第三者委員会が記者会見を開き、日産に対して次のようなことを要求しました。まず、不正の原因となった、ゴーン被告が務めていた会長職の廃止。さらに、取締役会の議長に社外取締役を当てる。また、取締役の過半数を 社外の取締役にすると、社員の報酬や取締役の人事を社外取締役などが決める指名委員会等設置会社に移行するべきとなっておりまして、日産はゴーン被告の問題を受け、同じような問題が二度と起きないように、社内の体制の見直しを行おうとしております。 現在、このゴーン被告の事件によって、日産のイメージが大幅に悪化しており、売り上げに影響が出てるんじゃないかと言われておりますが、日産には、今後二度とこのような事件が起きないように、信頼回復に努めていただき、また、先日も新たにゴーン被告が子どもの学費を日産に負担させていたという事件も明らかになりましたので、 まだ余罪がないかどうか、徹底的に調査を行い、問題があれば、しっかりと検察に報告していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。